握手してくれないのね。つまりあなたが私を友と認めてくれたってことなのね。私たちの戦いはまだ始まったばかりなんだから。あ、今日コミさんち遊びに行っていい？ごめんねコミさん、長居しちゃったよ。すみません、片付けられなくて。また明日ねコミさん、バイバイ。じゃーん、実はこっそり撮ってたんだよね。あ、ただの君にはあげないよ。へえ、皆さんラーメン屋に行くんですか。じゃーん、ここが私のおすすめラーメンバーです。はい。でも大丈夫？なかった。そこと、コミリア姫、忘れてしまったのですか。我々のドラゴンフォースは2人が10メートル以上距離を取ると大爆発を起こし、早く我と血の契約を。信じた。我がジャガジャ暴走。おはようコミさん、今日は早いんですね。早速。ああ、そういうギャグはシチュエーションに合わせてみるといいかもですね。でもやっぱりギャグって声で聞かないと臨場感出ないんですかね。お電話。言っていいのか。おはよう。喋ってたわね。ご先祖様にちゃんとご挨拶できた？お久しぶりです、お母さん。入りなさい。お母さんったら相変わらずですね。もしかして翔子ちゃん？あんな、また一段と面濃くなって。アキラもその辺にいるから遊んであげてね。前におばあちゃんにご挨拶してらっしゃい。入りなさい。座りなさい。翔子はもう高校生だね。友達はできたのかい？そうかい、そりゃよかった。ところで好きな男はできたのかい？なんだいその反応は。携帯貸してみな。お兄ちゃん夏風邪。相良くん、今日のお祭り6時現地集合ね。え、今日ってお前浴衣着てきてね。プレゼン